日本だけ、ね、ライドシェア禁止なのはなぜなのか、ね、僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、2024年の運転手の人手不足が騒がれる中、80歳の個人タクシーが解禁されました。個人的には車を持ってもガソリンも高いし、税金も増税メガネに取られるし、車検を通してもビッグモーターに明かされたり様々なリスクがあるので、都市部に住む分には車を持つよりライドシェア使いはコスパがいいと感じます。ウーバータクシーが日本で解禁されるのはタクシー業界の利権絡みですか。まあタクシー業界の利権絡みもあるし、システムを変えるということをやる気にならないってことなんですよね。要はそのシステム、じゃあ、二種免許、タクシーを運転する場合は、まず二種免許っていうのを取らなきゃいけないんですよ。で、二種免許って結構レベルが高くて、なかなかこう、取れない人もいるんですけど、で、二種免許を取れてる運転能力の高い人が、タクシーという形で人を乗せることが許されるということなので、なので、その、安全が確保されるよねっていうシステムがありますと。で、ただ、二種免許なくても人乗せてる仕事って結構あるんですよ。例えば引っ越し屋さんって人乗せられるんですよ。引っ越しのトラックとかってトラックのうんちゃんが運転してて、で、そこの引っ越しの時に横に引っ越しの、その乗る、引っ越しする人も一緒に乗ったりするじゃないですか。あれって人を乗せてお金を取る行為で、で、実は人を乗せてお金を取る行為っていうのは二種を持ってなくても実はあるんですよ。やってるんですよ。ただ、なので、別になんか、それじゃあ、引っ越し屋さんが事故って、なんか人死にましたって話聞いたことないでしょ。まあ、一定の割合では多分事故は起きてるんだよね。まあまあ、タクシーだろうと、引っ越し屋さんだろうと、自家用車だろうと、一定の割合で事故が起きるんだけど、じゃあ、引っ越し屋さんが優位に事故が多いのか。っていうと別にそうでもないのよ。で、タクシーも、じゃあ、めちゃくちゃ事故少ないのかっていうと、そうでもなくて、普通にタクシーも事故ってんだよ。で、じゃあなぜ事故るかっていうと、運転能力が高いっていうことと、事故を起こすかどうかって、実はそこまで関係ないの。要は人は集中してちゃんと運転してるときはそんなに事故は起きないんだけど、その不注意だったり、ぼーっとしてるっていうときに事故起きるんですよ。で、じゃあ、能力値で事故が起きないんだったら、ある程度能力が高い人は事故率が下がったままのはずなんですけど、残念ながら、まず、まあ、10代と20代の男性は事故率めちゃくちゃ高いです。で、これは、速い車に乗りたいとか、アクセル踏みたがるとかっていう、頭のおかしな若い子が多いからなんだけど、これは置いときましょうと。で、30、40ぐらいからだんだん事故減ってって、で、50とか60ぐらいまで事故減るんですけど、70代から事故増え始めるんですよ。で、80代になるとまた事故超増えるんですよ。で、なんでかっていうと、人間の認知能力が下がるからなんですよ。で、要はその、いくら運転技術の能力が上がってたとしても、認知能力自体が下がってしまうので、その、見えてたら避けられるんだけど、見えてないんですよ。要は、こっからこうなんか自転車が入ってるっていうのが、分かってたら避ける技術はあるんだけど、分かってないからぶつかっちゃうみたいな。で、あと、体が思った通り動かないっていうのがあって、ブレーキを踏んだんだ俺はって言いながら、アクセルを思いっきり踏んでたりするんですよ。っていうので、でも俺はこれは勝手に加速したんだって言って、トヨタを訴えて、トヨタにいやいやアクセル踏んだデータありますよって言われて、裁判で負けるみたいなのもあったりするんですけど、っていうのがあって、なのでその、二種免許を持ってるっていうのと、安全というのは実は無関係なんですよ。むしろ、年齢が上がることによって認知能力が下がるっていうのが事故率が下がるんですよね。なので、そう考えると、その高齢者の人たちがタクシーを運転するっていうのは、いかがなものなのかっていうのは、事故率が高い人に運転させるのと一緒じゃんって話なので、そうするとじゃあ別に二種免許なくたっていいんじゃないの？普通にそのトラックとかで人乗せて運転してるんだから、じゃあそれでいいじゃんっていうので、で、まあ、アメリカとか、まあ、フランスとかも、そのウーバーだとかあったり、リフトだったりとか、グラブだったりっていう、そのライドシェアアプリっていうのがあって、まあ、一般の人が普通に自分の車でお客さん乗せてやりますってのがあるんですけど、で、これがなんで流行るかっていうと、タクシー会社って、タクシー専用の車を買って維持しなきゃいけないんですよ。タクシー会社ってタクシーという車を専用の車を買ってきて、で、それのメンテナンスをして、で、それが、まあ、10年、20年とかで、こう、なんか、減価償却してっていうのをやらなきゃいけないんですけど、で、そうするとタクシー会社としては、その車が、ちゃんとその車代も含めてお金もらわないと割に合わないんですけど、自家用車の人って、別になんか、自家用車にじゃあ30分誰か乗せましたって言って、それで減価償却がどうこうってないじゃないですか。なので、自分の車で運転するから、その、車の減価償却代まで意識しなくていいので、別に暇な時間に30分ちょっと運転しただけで1500円もらえるんだったら全然いいよ、みたいな感じで、割とその自分の自動車で運転してお金をもらうというのがプラスであると考える人が結構多いですよ。で、アメリカでレンタカーを借りてウーバーをやった人っていうのが結構ギリギリプラスぐらいなんですよ。
でもそれはレンタカー借りてやったらそりゃそうでしょって話で、なので自家用車で暇な時間にやる分にはお小遣い稼げたらいいでしょっていう形でやるので、なのでライドシェアって結構いろんな国で広まってるので、まあ広めた方が安全なんじゃないのって思うんですけど、ただ日本の場合はその仕組みを変えるというのを嫌がるので、なのでそのライドシェアを解禁するのではなく80歳の人で運転させるってことにしたっ